さんに解いてほしい入試問題っていうのを募集しました。タケオに怒られるかな。もう自分で。いや大丈夫ですよ。0710131504020205 KOSFC とか受けてみたらどうですか入試。やってみる。ほうでは始まりました、もちゃチャンネルです。今回はですね、はい、お久しぶりでございます。お久しぶりです。ほうでは、はい、イングリッシュモンスターチキモン菊池先生においでいただきました。はい、よろしくお願いします。どうでした、トイック当たりました？申し込みできない。まだ申し込みすらできない。レースに参加することすらできないそうですね。トイック満点93からどうやったら増やしていいのかっていう、ね、トイック申し込みが、まあと7回直前で打ち死にするのもまあいいかなと。本当に受けれないっていう状況ですからね。僕もちょっと抽選どうなるのか分かんないですけど、もうずっと89回をずっと90に行けない。それも苦しいですね。89で止まって、まあ、毎週タイムを読んでると、まあ、超難しい雑誌ですね。受験生たちはもう手も足も出ないような、まあ、一応出展で出てきたりもすることあるんですけど、入試で。あ、そうなんだ、はい、エコノミストとかも出てくるんですけど、はい、ものすごい難しいわけですね。そんな中、菊池さんに解いてほしい入試問題っていうのを募集しました。今回はその中の第1弾、2004年慶応大学法学部と、はい、これが難しいんですよすごくっていう意見が来たので、はい、そこをやってもらったんですけど、どうでしたか、うん、実際使われてる英語そのものがすごく平易で、多分でも普通なんだけど、はい、質問の仕方がすごく意地悪っていうかね。あ、答えがなんか2つか3つ可能性があって、どれなんだろうとかって、うんうんうん、どう考えてもピタッとくる正解はないんじゃないかとか、うん、ちょっと出題者にブーたれたくなるところもちょっとありましたね、うん、そうですね、はい、まあ、特に昔の慶応法学部なんで、うん、そういうところもバンバン出てくるっていう感じですね。英語講師とかそれなりに有名な方はみんな試験のやり方とか、どんな学校がどんな試験ですかとか、はい、回答のやり方とかっていうのをご存知の方が多いと思うんですけど、うん、私の場合は何も知らないので。なるほど。ある意味ネイティブに近いから。そうですね、まあ、単語の知識とかっていうのも全然他の先生たちなんか僕なんかよりもはるかにあるので、それはどうかわからないですけど、もうだから見えてるものが違うんですよ、うん、受験生が文脈で解く問題とかも、うん、多分もう知ってて解いちゃうっていう感じになると思うんですが、うんうん、改めて面白いなと思ったのは、バーッと読めば意味は分かるんですよね、最後の長文問題もね、知らない単語も実際ないし、でただしやっぱり普段自分が講師として言ってること、段落一つ読めたら意味分かったって終わるんじゃなくて、自分なりに自分の言葉でここでは何を言ってたかっていうことをまとめておくことは、メモするかしないかは別にして、ね、それは多分特に最後の長文問題をやるには必須だなと思いましたね、うんうん、なるほど、はい、改めて自分でも勉強になりました。なるほど、どんな感じだったのかですね、はい、答え合わせをですね、はい、しながら、まあ、感想をちょっと聞いていきたいと思います、はい、では行きたいと思いますね、はい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 、まず大問1ですね、はい、アクセント問題ですかね、はい、どうでしたか、割と問題なかったですね、はいはい、楽な感じでしたか、はいはいはい、って言って間違ったら大恥ですけど、ね、僕らはこれアクセントルールとか使うんですよ、はい、僕はルールとかは全然知らない。ルールとかが役に立って多少なりとも自信になったのは最後の、はい、あの TION で終わる、そうですね、シャン、その前直前の母音が必ずアクセントが来るっていう、それだけかな、ね、僕は今辞書結構引いてるんですけど、はい、10回引いたら7回か8回ぐらいは発音とかアクセントとか確かめるためにやってるんで、なるほど、それをやってれば別にルールとか受験のテクニックとかは必要ないと思います。2番オプレッションだったらこれも ION じゃないですか、はい、で3番だったら ATE だから2個前とかですね、そういうのもあるんですね。2つ目だったら ITY で終わってるから1個前とかですね、これイエントで終わってるから1個前とかですね、あ、そうなんだ、ルールを使うとですね、パティキュラリーとか、これ LY だからアクセント来ないとかですね、そういうのでボン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 解けていくんですね、実は。そうやってやってるよりかオビディアントならオビディアントって覚えるのが早くないですかって思うじゃないですか、でもこうやってやるんですね、まあ、このでもまあ総計だったらオビディアント覚えてもいいですけど、オビディアント知らない人もいる、知らないとやっぱりそう無理かな。さあそんな、では答え合わせしていきましょうか、はいはい、では、あ、じゃあこれで赤ペンでいきましょう、はいはい、まずが2、はい、1番が2ですね、はい、2、3、4、0、よかった、はい、ということで問題解ですね、はい、続いてが発音問題ですか、はい、これは、はい、どうでした、発音は楽でしたか、多分いけたと思いますか、はいはい、そこまで難しいのがないかな、うん、ちょっと嫌味だなと思ったのは 9番かな、はい、あのポーズ、はい、TH と CLOTHES で発音変わるじゃないですか、ああ、はい、4番ですね、はいはい、9の4ですね、はい、クローズとね、クロースのね、結構ずる賢いなと、では、はい、いきますね、2、はい、3、
1122よかった、はい、はい、ということですね、発音アクセント問題、はい、普通に勉強して解くと、では次は会話問題でしたね、はい、どうなんですか、会話口語表現とか多かったですかね。多分なんとかなったとは思うけど、はい、ちょっと自信ないです、はい、1問か2問か間違ってるから。昔、はい、リスニングでねドラマとかやってましたからね、はい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 、結構小説とかも読んでるので、はいはい、じゃあいけるんじゃないですかね、はいはい、では行きたいと思います、はいはい、まずはセリフ埋めるやつですよね、はいはい、3、はい、6、はい、8、はい、0、はい、4、15番4、あれは間違っちゃったピエーンピエーンってあれ、あ、じゃあもう1問間違った、18番間違ったかな、次16が9、うん、はい、あ、やっぱり17、もう1問間違って17が7、18が5、はい、19が1、あ、19が1、はい、20が2、はい、1問間違った、あ、1問ミスですね、でケアレスミスかもしれない、15も19も1にしてる、あチェックとかしちゃいけないと思ったんで1問間違えました、次が、はい、はいはい、ではいきます、21が2、はい、22が2、はい、23が4、はい、24が1、はい、25が3、はい、26が3、はい、25が4じゃないかって悩んだ形跡がありますね、はい、というちょっと突っ込みたいところが出てきたということですね、これここでどんどんさんが入っちゃいけない理由って何なんだろうっていう、なるほど、ケオに怒られるかな、もう10年前、いや大丈夫です、全然怒られないです16年前とかだからもう変えようもないですね、次は、ああはい、昔あったやつですね、このインタビュー形式のやつですね、はいはい、インタビューがあって、うん、そのインタビューに答えになるやつを埋めるんです、はい、試験がどうたら答える27と29が多分どっちかが7でどっちかが8だと思うんですけど、なるほど、ほぼサイコロ振ってきました、27が8です、ああよかった、で28が3、28が3、はい、29が7、はい、30が2、はい、31が4、はい、32が6、はい、33が9、はい、34が5、はい、35が1、はい、お、全問正解しました。よかった。ピエンの反対は何なんですかね。ピエンに反対なんかあるんですかね。よかった。よかったみたいなのあるんですかね。ビエンとか。ビエン。あな。ビエンは何ですか。ピエン。パオンとか最近言うらしいですけどね。なんかピエンの比較級がパオンだって聞いたんですけど。比較級。最上級ってないんですか、ね。続いての問題ですね。これ全くないですね今ね。はい。では行きます。はい、最初が01、うん、はい、ね。次が06、はい、08、はい、11、はい、12、はい、14、はい、03、はい、07、はい、10、はい、13、はい、15、はい、04、はい、02、はい、05、はい、09、はい、ということで全問正解ですね、はい、3と4はまあ比較的あんまり文句つけるところはなかった、なるほど、インタビューと空所補充はいける感じだった、さあでは一番難しいのはもうラトロム帝国、はい、まあ、これをまあメインというかおそらく解いてくださいって言った人はここの問題を解いてほしいっていうものだったんですが、これがその方はおそらく一番今までの入試問題の中でまあ難しかった、トップレベルだと考えたものなんですが、まあ内容的には難しい感じですか、ま、難しくはない、非常に興味深かった、世界史は好きだったんだけど、はい、こんな近世にマダガスカルにこんな強大な王国があったなんて全然知らなかったんで、うん、じゃあ読むの自体は楽しかった、はいはい、そうですね、はい、なるほど、でただ それが受験用の読みじゃなかったので、ああなるほど、この最初に出てきた人の論点は何か、うん、2番目の人の論点は何かって整理して読んでなかったんで、ちょっと行ったり来たりして、多分余計に時間がかかった、時間がかかってしまったっていう感じですね、はいはい、うん、それを避けるためにやっぱり受験用の読み方がまとめて読んでいくってこと、では、はい、行ってみましょう、はい、まず最初の A の方ですね、はい、これは空所補充ですかね、はいはいはい、空所補充は3、はい、1、はい、4、はい、2、はい、まあこれは接続副詞的なやつなんで、はい、そんな難しくないですね、はいはい、ま、全く文脈なしに前後の全然いけるやつ、ね、はいはい、さあいよいよ内容1ですね、はいはい、ここが勝負になってますが、まだ73、はい、73、はい、72、1、あーピーン、はい、じゃあ、はい、次が73が2、はい、74が4、はい、75が2、はい、76、4、はい、77、2、はい、78、2、はい、79、4、はい、83、はい、81、1、はい、ということですね、2問間違い、2問間違いということですね、じゃあまあね、全然余裕で合格点はね、はるかに上ですけどね、でもこっちの最初の方の2番の方はまあ僕の中では会話がそんなに滑らかな会話とか、うんうん、大門の5の
72番はちょっと納得できない、納得できない、なるほど、なんでそれじゃん、一旦 KOSFC とか受けてみたらどうですか、入試やってみる、実際に本当に試験会場で試験受けてみるってやったら面白いかもしれないですね、うん、SFC だったら小論文と英語だけでいけるから、はいはいはい、ある意味多分ネイティブで受けてる人とかはいると思うけど、そういう人の体験記とかはあると思うけど、うん、いない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 です、え、だから ネイティブは受けらんないですもん、うん、あ、そうなんだ、日本の高校だって卒業した資格がないから、あ、そうなんだ、あの申し込むことさできないです、うんうんうん、アメリカのテレビニュースとかラジオとかは普通読んでて、タイムとかエコノミストも読んでるけど、はい、大学の入試のシステムはあまり知らないとかっていう人間は面白いかもしれないですね。これいろいろどうですか、国語とか数学とかなんかやって、うん、いろんな試験、大学の試験受けるとか数学は今やったら0点でしょ、ね、国語はそれなりにやっぱり国語磨かないで英語勉強するのは無理なんでね、うん、社会科目とか、うん、社会科学も多分それなりに、うん、できる、うん、世界史とかはちょっと磨けばそれなりにできる、ああなるほど、うん、じゃあ別にね、うん、菊池さん受験企画やっても面白いかもしれないですね、うんうん、はい、皆さんもね、はい、菊池さんに解いてほしいっていう問題があったら、うん、ぜひ書いてください、はい、まあ、いろんなところにね挑戦してもらおうと思っています、はい、はい、ご視聴ありがとうございました、はい、Thank you very much.